ファーストレイヤーの簡単さ、キャリブレーションの簡単さって、じゃあどう,どういう風になってるのかっていうの多分まだ,まだね、まあ、プレサのあのオフィシャルの方から動画出てますけれども、あのどういう挙動で行くのかっていうところは多分ね、あの1から10までは見てない、見れないと思うんで、あの動画でもわかんないと思うんです。ちょっとそのあたりをね、これ見ていこうかなというふうに思います。えっと、今からですね、 えっと、このロードセルセンサーというね、これが中に入っているやつを、えー、とチェックしつつですね、ファーストレイヤーの、えー、挙動をね、えー、ファーストレイヤー作る時の挙動をね、見てみたいと思いますんで、見てもらった方がいいかな。えー、っと、ロードフィラメントにね、えー、まあ、項目は変わらないんですけど、あの、だいぶこれで、これで、 えっとね、この状態で、もうん、フィラメント入れたって聞いてくるんで、で、温まってるんですけどね。この状態でもうね、入れちゃいます。で、continue ですね。今これ刺した,刺した状態で continue です。そうすると、もう自動的に入っていきますので、ちょっと、ちょっとで、えっ、ー、と、フィラメントセンサーなんですけど、 えっと、M3 の場合はオプティカルですね。あの、光学式のセンサー。で、えっと、M3S 以降はですね、あの、ボールが動いてですね、物理的に、あの、こう、センサーをタッチすることで、えー、フィラメントが入ってますっていうね、読み取りをするセンサーだったんですけど、それがね、超ちっちゃくなってるんで、あの、ボールがね、カチッってなって、あの、フィラメントありますっていう仕組みはね、変わんないんですけど、めちゃくちゃこれがちっちゃくなってるんですね。この中にですね、小さいボール仕込むんですけど、組み立ての時に。 はい。まあね、またちょっと、こう改、改良ポイントというか。で、今ね、あの、こう、フィラメント。これは、これは別に変わりません。普通です。今まで通りというかね。もうちょいね、押し出ししますか。ね、今出てきましたね。はい。ちょっと、取っちゃ取っちゃいます。 で、まあ、あのね、フィラメントはロードされましたんで、じゃあ、えっ、ー、と、ファーストレイヤーのね、挙動をちょっと見ていくわけなんですが、まあ、ちょっとこちらをご覧ください。あの、メニュー的にはね、何も変わんないんですよ。あの、コントロールは、こういうね、あの、こういう感じだし、キャビル AZ とかね、いろいろ。えー、ここにはね、テスト、テスト項目がありますけど、ギアキャリブレーション。これがね、優勢ギアのキャリブレーションなんで、これも、でも、ワンクリックでできちゃうんでね、僕らがやることって実はあんまないんですけど、 えっと、基本的にはなんかキャリブレーション、ファーストレイヤー、マーク3の時のような、あるいはプルサミニのようなですね、ファーストレイヤーキャリブレーションやっぱないですね。探してもなかったな、やっぱり。えー、なので、なんかプリントしましょうって話かな。えっとね、キーチェーンっていうのが見ると楽ですね。これやりましょう。これサンプル、サンプルデータです。いっぱい入ってます。これやりましょう、これ。 で、プリントと。まあ、この辺は今まで通りと変わらないです。これみ、まあ、ミニを持ってる人は、あ、動いてる、もう動いてる。今動いて今動いてます。まあ、これはオートフォームですね。今オートフォームの挙動を取りに行きました。今までだったら、ここに Z プローブがついてて、あの、金属のね、え、このベッドとの距離を測るっていうことをやってたと思うんですけど、これがね、 変わって、今、ノズルクリーニングっていうね、挙動をしています。まあ、ちょっと、撮っちゃいます。で、ロードセルセンサーっていうのは何なのっていうところで行くと、ここになんかね、センサーがついてるとかではなくて、えー、ノズル、まあ、ここ全体にですね、こう、降りたっった時に、ここ、コツって当たった、この、この衝撃をですね、感知するセンサーは、どうもね、この、ユニット、 の中に金属ユニットの中側にですね、こう、揺りめ込まれてるというか、くっついてるんですね。で、それで衝撃を検知して、えー、今ここがゼロだというふうな信号を多分送るような仕組みになってるんだと思うんですね。あの、衝撃を電気信号に変えるというのが、ロードセルという仕組みだということでして。 で、これがファーストレイヤーキャリブレーションに対して何をもたらすかというと、えっと、今までマーク3とか、あと他の、あの、オートベットレベル系の、えー、調整する機能がついた 3D プリンターもそうだったと思うんですけど、あの、全部をね、えー、マークしに行くというか、えー、プリントする、えー、この全域全部をですね、こう、えー、探りに行ってですね、で、全体のバランスを取ってからプリントスタートっていう形だったと思うんですけれども、えっ、ー、と、今動きましたね。 今動きましたけれども。えっ、ー、とね、ポインティングがね、今これわかります見えるかな ?9 分の1なんですね。9個だけ取りますっていう感じです。で、これ、今ね、今9個だけ取っているんですけど。ち、狭いのわかりますこの挙動が。でももう終わりです。これで、えっ、ー、と、もう、あの、距離取りに行ったんですね。Z の高さをもう取りに行きましたっていう感じなんですよ。 カツン、カツン、カツン、カツンで終わり、みたいな、そういうノリですね。ものすごい早いです、これ。うん。今まではね、あの、多分、Z プローブのセンサーがついてた時はですね、あの、何回かね、読みに行っては、読みに行っては、みたいなことやってたと思うんですけど、これもうこれだけなんですよね。本当にこれだけです。はい、スタートしました。もう終わり。これだけです。これだけで。 で、今ね、ゴミ、ゴミを捨てたっていうね、パージラインを書いてっていう感じですかね。はい。僕ね、あの、これ、組み立て、配信の時もそうだったかと思うんですけど、見てもらえばと思うんですけど、あの、Z のね、この軸の調整とかやってないんですよ。セルフテストみたいなも,ものはね、もちろんあるんですけど、一番上まで行って終わりっていう感じなんですけど、あの、高さに関してはもうそれで終わるんですね。あの、マーク4は非常にそれがすごい、すごいなと思っていて、<laughs> ウィーンって上がったらもう終わり。 で、あとはそのノズルがロードセルっていう仕組みによってポンポンって当たったところがゼロっていう風にあの勝手に認識してくれるっぽいのであのパーフェクト、えー、ファーストレイヤーが出来上がるということのようですね。で、実際僕何もしなかったと思います今のね挙動だけで本当に大丈夫なのって気持ちになるんですけどねあの大丈夫なんですよね。はい。この辺がねあのファーストレイヤーがもう 本当に綺麗で、プリントするとこもだけしか取りに行かないので、これはまあ、エクセルからの、あの、技術のヒートバックのような気もしますけれども。で、えっと、まあ、何パーセント進んでますよっていうのは、今までもね、あの、ちっちゃいところで見えたかと思いますけれども、あの、これも、あの、画面ね、あの、カラー画面で見れるようになりますので、この辺のね、コントローラーもまあ、アップデートちょっと嬉しいところですよね。はい。そんな感じです。 で、これがね、あの、まあ、三つ目ぐらいかな。ファーストレイヤーキャリブレーション。ま、ロードセルセンサーによるファーストレイヤーの、ま、綺麗さというか、パーフェクトファーストレイヤーっ、えー、感じですね。こう、本当に、これ以上ね、何もすることないんですよ。今まではね、なんか Z、例えばノズルを交換したら、その度にちょっと Z プローブのファーストレイヤーキャリブレーションをして、Z の高さを調整したりとかしてたと思うんですよ。あと、よそのね、あのメーカーさんだったらやっぱベッドのね、この傾きを補正したりみたいな手でやったりとかしてたと思うんですけど、 ワークフォーはね、もう何もすることがない。<laughs> 僕、僕らが手を出すもん、ことがないんですよほ。本当にないと思いますね。あの、本当に何もこう、しなくても綺麗にただただやってくれるという感じですね。はい。3つ目。まあ、これぐらいの利点があればね、もう本当に、あの、使うに値するというかね、もう全然これでいいじゃんっていう。なんていうかな。僕もね、よそのメーカーのもの気になるなとかってね、それこそ最新、最近はそのアンカーもそうだし、 クレアリティーさとかね。あの、いわゆるコアエクスタイタイプのものもそうだし、いいな、いいなとかって思ったりすることもあったんですけど、まあいいやね。<laughs> これ、これあればいいんじゃないって思うぐらいの、あの、あのパーフェクトさですねえ。ただですね、今もしかしたらちょっとマイク拾ってるかもしれないですけど、あの、スピ、えード、ヘッドが軽くなって、まあ、エクストルーダー全体が軽くなってですね、合、え、成、ー、も上がって、えー、とスピードが出せるようになった分ですね、 あの、プリント本体、プリント中の本体の振動はすごく大きくなってますので、あの、置く場所は、今ちょっとこれスカスカのテーブルに、の上にドンって置いてますし、ちょっとこの後ろにあるラックもですね、あんまりガッシリしたラックじゃない、簡易ラックみたいな、簡易ラックって言うとちょっと失礼かな、<laughs> あの、家具屋さんに。でもそんなにあの、ガッシリしたラックじゃないので、あの、もしスピード出したい場合は、あの、もうちょっと下、というかね、頑丈なものの上に置いた方がいいかなっていう気はしますね。 結構ね、あの激しいです。あの、動きは。まあ、その辺はもう、あの、r e XI にはかなわないんじゃないかなって気がしますね。うん。r e XI はね、一度組めばいいんですけど、あの、ンってめんどくさいですからね、このベルトの。まあ、リーがそうなんで、あのめ、なんか面ってするときがちょっと、めんどいなって感じはしますけど、ベルトの張り具合とかね。で、えっと、マーク3の時に使えてたしプリントシートは全部使えます。あの、なんなら僕、そのマーク4についてきたこのシートを今もうほとんど使ってなくて、 あの、テクスチャーのね、パウダーコートテクスチャーのシートばっかり使ってるんですけどね。あの、全然問題ないです。で、今まで、えっ、ー、と、いわゆるこの PEI のシートと、えー、テクスチャーのシートを交換するときって、あのー、変えてたと思うんですよね。あの、マーク3に覚え込ませて、えっ、ー、と、テクスチャーシートのときは高さ何ミリ、えー、ね、あの、PEI シートのときは高さ何ミリっていうのを記録させて切り替えながら、あの、やってたと思うんですけど、あの、それいらなくなりましたから、その項目はね、あの、丸ごと削除されてます。 <笑><笑>まあの、ま、いらないですよね。理論的に考えてもいらないんですよねあ。だって、あの、関係ないの。ロードセルで、その、カンカンカンって、で、その、物にぶつかって取りに行くわけですから、ささいその、高さみたいな調整っていうか、まあ、覚えさせる必要もないんだなっていう、あの、ちょっと、おおってなりましたね。あの、プリントシート変えた時に、いつもの癖で、あと、テクスチャーから PI にするから、みたいな、カリ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 ってやってわあ、そっかねえんだ、みたいな、一回なりましたからね、うっかり。 ああ、そっかなかった、なかったとっ。なんか探しちゃって、これ、これとか見て。あれってその機能ってあったっけあ,あいや、ないよな,ない、ない、みたいな。そりゃそうだよね、みたいな。うんあの。その必要ないんだもんね。そのロードセルセンサーになったことによってね。あの、プローブで、あの、こう、やるわけじゃないからね。で、肝心のスピード、ちょっとここからはちょっと余談かなって、僕が、あの、魅力に、 あよかったな、買ってよかったし、これすげえなって思ったポイントはこのみ、今ね、喋ってきた3つぐらいなんですけど、スピードに関してはですね、あの、試しましたけども、えー、っとね、今までの僕の感覚のね、えー、スライスの 2, 2倍はいけます。あの、スピード破綻しません、プリント。なので、えー、っと、プリント時間でいくとん、短縮率はそんなに、正直言ってね、やっぱオブジェクト高いものを作ったりとかするから、そんなになんか、 あの、めちゃくちゃ早くなるかっていうとそうではなくて、それ、めちゃくちゃ早くしたいんだったら、ノズル径を大きいものに変えた方が早いと思いますね。あの、大きいものを作りたいとか、早いものを作り、早くものを作りたいって思ったら、なんかそのベンチをね、綺麗に早く作るみたいな、あの、がね、まあ基本的にはあれがね、あの、データテストというかね、あの、されてますけれども、あの、それよりはですね、あの、0.6ミリノズルに変えるとか、 0 8ミリノズルに変えるとかっていう方がインパクト大きいと思いますので、あのーあ、0 4ミリノズルですよ、ちなみに。0 4ミリ今入れてますけれども。スピードに関しては速くはなるけど、なんかそこまで速くするのしたいんだったら、なんか違う方法を考えるかなっていう気も,気もしなくもないですっていう感じかな。でもまあ、あの今までの体感、今までの1.5から2倍ぐらいのスピードでやっても大丈夫な感じはあります。はい。でエクストルーダーも、 その、すごいスピードでガーッと押し込んでってくれるので、なんかね、なんか、いや、すごい、すごいんですよ。パワーも。全然。うん、だからね、あの、なんだろう、出しそびれてないというか、あの、レイヤーの、どっかに抜けがあるっていう感じもないんですね。ずっと作ってて。うん、そういうのもないのでね、非常に優秀というかですね、ここも含めて優秀という感じがしますね。スピードに関してはそれぐらいかな。体感、あの、マックス2倍ぐらいは。 今までの2倍ぐらいのね、スピード感で、えー、やれるとは思います。あの、プリントできるような、G コードは作れるとは思いますね。うん。あと、まあ、ま、合成とかね、この辺はもう本当に普通、普通、今までのマーク3の延長にいるんで、あの、大丈夫っていうかね、そんなになんか、あの、乱暴とかしなければ、簡単に壊れたりするようなもんじゃないですね。ちょっと外して。じゃあ、ファーストレイヤーちょっと見てみましょうか。せっかくなんでね。 はい。えっ、ー、と、今ね、あの、ほぼほぼ何もしてない状態。組み上げてから、えー、何もしてない状態での、えー、PLA のね、えー、ファーストレイヤーの、えー、仕上がりはこんな感じですっていうのを今ちょっとご覧に入れますので。うん、このレベルですね。こんな感じです。わかりますかほとんどその、余計な凹凸ないんですよね。ちょっと、ほぼ平らなんです。 この、この輝きでわかるかなわかりますかこの感じで。この感じ。こういうファーストレイヤーです。はい。あの、何もしないでもこんな綺麗になるんだみたいな。もうちょっと僕としては衝撃ですよね。なんか。うん、何もしない状態ですよ。あの、Z、Z のなんかそういうのとか、人間が何もしない状態のファーストレイヤーがこの綺麗さという感じです。 フィラメント外すときもね、あの、シンプルというか、あの、ちょっと挙動が、あの、マーク3のときと違うので、フィラメントのチェンジのね、えー、ときの挙動がね、ミニともまたちょっと違うんですよね。あなので、ちょっと戸惑うかもしれません、最初もしかしたらね。そこだけ、あの、買った人というか、これから買う人は、あの、ちょっとマーク3とミニと、えー、今まで使ってきた 3D プリンターと、ちょっと挙動が違う、あの、ところがいくつかあるので、 うん、そこはちょっと慣れるまで戸惑うかもですけどそんなあのなんか大きく違うってわけじゃないんで。